なんでバダルがバベルになるんだっつってそこからダジャレじゃないでしょうかっつって同じようなダジャレで和やかな人が多いから名古屋になったというのがありますみたいな。じゃあみんなが知ってるようなその天まで届く高い塔を建てて傲慢だみたいな話っていうのはどっから出てきたんだっていう話じゃん。これがねまたあれなんですよ、あのフラビウス・ヨセフスのユダヤ古代史っていう本なんですよ。でまたお前かって感じなんですけども、でさっき聖書に東の方から来た人々ってあったでしょ、はい、だからそれはやっぱりバビロニアのことを言ってるんじゃないかと。イスラエルから見た東の方から来た人たちじゃない、ね、人々って。それから石の代わりにレンガ、漆喰の代わりにアスファルトっていう言葉があったでしょ、はい、このレンガとアスファルトを使うっていうのはメソポタミアの工法なんだって。でユダヤ、イスラエルは石と漆喰なんだって。だそういうこともあって、これはだからバビロニアのことを言っとるんじゃないかと。で、まあ、そこでこう引っ掛けてこの混乱っていうのがね、バダルっていう言葉だから言葉を乱したのがバベルになったっていう。このアスカさんはなんでバダルがバベルになるんだっつってそこからダジャレじゃないでしょうかっつって面白い、ちょっとそこ面白かった。同じようなダジャレで和やかな人が多いから名古屋になったというのがありますみたいな、かわいいですねちょっと面白かったんだけどまあこのジグラットね、これがバビロニアのジグラットがモデルになったんじゃないかと言われてるんだけれども、ここでさ、神様は何を起こったのかっていう話なんだよ。そうですね、うん、だからその天まで届く塔を建てた傲慢を起こったとは聖書に書いてないんだよ。神様は主に何を起こってるんだっていう話で、でこの話の肝はさ、さっきも言ったように言葉を通じなくしたっていうことなんだよ。言葉を通じなくしたことと、それからその結果各地に散らばったっていうことなんだよね。でこれもう一回聖書を見ると、塔を建てようっていう時に、さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようって言ってるだろう、この民は。だからこの塔を建てた目的は町を発展させて、そこに集まってあちこちに散らばらされることのないようにしようと。で神様はそれはあかんって言って言葉を乱して全地に散らばらせたんだよ。だからこの旧約聖書の話を読むと、ここで言ってるのはそういうことなんだよ。そのみんなが集まる町を作ってあちこちに行かないようにしようとしたことに対して神様が怒って、言葉を通じなくさせていろんなところに散らばらせたっていう。それ考えると一箇所に集まることが悪いっていう。そうなると何が、それの何がいけない、集中が罪とってなりますけど、でなるでしょ。でそこでなんだけど、このバベルの塔の話の前にあるのはノアの洪水なんだよ。ね、それこそ人類がふざけたことばっかりやっとるからっつって洪水で滅ぼしたわけじゃない。その時にノアの一族とあのまあ動物たちだけを助けて、小舟で助けたわけだよね。だからその後の世界にいるのはノアの子孫たちのわけだよ。な、一回洪水で全部ノア以外は全部やられてるから、助かったのは、助かったのはその後の人類はノアの子孫っていう話だけど、でその時に神様が洪水が終わった後に「埋めよ増えよ地に見てよ」っていう有名な言葉を言うわけだよ。それで、まあ、その言葉に始まる、まあ、いろいろこういうことをしなさい、こういうことをしなさいっていう契約をノアと結ぶんだよ。でお前たちがこれを守ってる限り私は二度と洪水を起こさないって言うわけだよ。でこの一箇所に集中しようっていうのは地に見てよっていう神様の契約に違反しとるんじゃないかと。神様は人間を全地球に散らばらせようとしたのに、こいつら集まって暮らそうとしてると、それがいかんのじゃないかと。だから言葉を乱してあちこちに散らばらせるようにしたんだと。神様の意思は人間が全地に散らばることがあると、それに反抗して一箇所にこんなところに住もうとしたのがいかんのだという解釈が、あ、一つの解釈があるわけですよ。
ちなみに飛鳥さんもその解釈を取っとるよ。飛鳥さんはそうなんですね。集まって暮らして何がいかんのやって思うかもしれないけど、まあこの聖書のあれを読んでくる限り、まあそういう解釈は成り立つんだよ。そうでなきゃこう散らされることをないようにしようとかって言ってさ、それに対して神様が怒って言葉を乱して全地に散らしたんだから、じゃあこの集まったことが悪いんじゃんっていう、そういう解釈が成り立つわけですよ、はい、聖書だけ読んでると。だから塔を建てた傲慢とかどうこうっていうのはあんまし関係ないんだよ、聖書だけ読んでると。じゃあみんなが知ってるようなその天まで届く高い塔を建てて傲慢だみたいな話っていうのはどっから出てきたんだっていう話じゃん。これがねまたあれなんですよ、あのフラビウス・ヨセフスのユダヤ古代史っていう本なんですよ。これはあの紀元前1世紀それで95年ぐらいに書かれた本なんだけど、あのあれですよ、新約聖書には出てこないヘロディアの娘の名前がサロメだっていうのが書いてあるのはこの本なんですよ。そうなんです、ね、サロメの名前の出典の本なんですよ。でまたお前かって感じなんですけども、このユダヤ古代史によるとバベルの塔の意味ずいぶん違ってて、まずこれを建てさせたのはノアのひ孫なんだよ。ノアのひ孫で、強壮な体力を誇る鉄面皮のネブローです。鉄面皮って何ですか？鉄面、綱の皮が厚い、俗にあのニムロデと呼ばれる人なのね、はい、このニムロデ王とも呼ばれる人なんだけど、これがこの塔を建てさせたと。で建てた理由がね、なんせほらノアのひ孫だろ、はい、洪水が来ても溺れないように高い塔を建てたっていうことになってるんだよ。先祖のトラウマ、先祖のトラウマ でだからアスファルトを使ったのも水に強いからだっていう解釈なんで、漆喰より。洪水が来てもね届かない塔を作ってね、神に復讐するのだって言ってるわけ、ニムロデが。だから神様が怒ったと。だからこのユダヤ古代史の解釈は一箇所に集まったことが怒られてるんじゃないんだよ。やっぱ高い塔を建てて洪水に対抗、そうだ神様水届かねえぞって言おうとしたっていうことがで怒られてるんだよ。それでまあ巫女の予言の言葉を借りてね、だから神様はこの塔を風を吹きつけて倒したと。神様が塔を倒したっていうのはここに出てくるんだよ。聖書ではないんだよ。聖書ではないんだよ。それでまあ言葉を乱して言葉を通じなくさせたのは、なんていうの、散らばらせるためというよりもこういう不遜な行いができなくするようにそうしたっていう。だから我々が現在知ってる通説っていうのは旧約聖書創世記よりもむしろこのユダヤ古代史に寄ってるわけだよ。そしてそれは我々だけじゃなくて、もうブリューゲルの時代にはそういう考えに、みんなあのバベルの塔といえばそういうもんとして考えていたということなんだよね。だからこの大バベルの方のここにいるのはニムロデなんだよ。ニムロデ王の一行がここにいるんだよ。だからバベルの塔の絵には普通は大概このニムロデ王の一行が描かれるんだよ。この人が建てさせたんだよ、ノアのひ孫さん、ノアのひ孫とこのユダヤ古代史では言われてる。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。